日米タイムズはアメリカ合衆国カリフォルニア州で発行されている法事新聞。現地ではラフ新報に次いで古い法事新聞社。本社住所はサンフランシスコ日本町の北西に位置するサンフランシスコ市ブッシュストリート2211番地。2009年9月時点の社長は岡田幹夫副社長はケンジタグマ。 海外日経新聞放送協会加盟。1946年創刊、2009年9月10日付の、紙面を最後に廃刊。第2次世界大戦が終わった、翌年の1946年5月18日、合資会社、日米時事新聞社として、サンフランシスコ市で創立した。発起人は、日本人と、日系二世の、計6人で、初代社長は、 戦前に日米新聞で編集長を務めていた浅野七之助。戦中に米国政府によって日系人強制収容所に監禁され土地や財産を奪われた在米日本人と日系二世のコミュニティ復興を支えるのが発行の主な目的だった。サター通り千七百六十三番地にあったサンフランシスコ日本町のもと佐野日本語学院校舎を借り受けて 自社印刷機で制作、印刷を行った。鉛活字はすでに使われていなかった印刷会社のものを買い取った。総刊字は全4ページで週3日発行だった。1947年にはエディストリート1375番地のレンガ作り2階建てガレージを購入し株式会社へ移行した。資本金10万ドルで株主を募集したが、 新聞の自主独立と言論の自由を確保するため、購入できる株は一人1000ドルを超えないとする、方針が取られた。創刊3ヶ月目には、週5日発行の日刊新聞に移行。ページ数は、多少の増減があるが、概ね、全8ページだった。日本語ページには、日本人渡米者向けの記事として、日米の一般ニュース、日系人関係のニュース、 コミュニティの行事や話題を掲載した。英語ページには、日系2 0 0 0以降の米国人向けに、日系人関係のニュースを中心に掲載した。新聞の発行と同時に、企業の名刺チラシ、領収書等の印刷事業収入で経営を支えた。創刊時から創業者の浅野が手がけていた、ララ物資運動を積極的に報道し、運動拡大に寄与した。 カリフォルニア州外国人と地方の廃止運動、日本人移民の帰化権獲得運動、戦時の日本人、日系人強制収容に対する国家、賠償運動など、差別的な立場に置かれていた在米者の権利獲得への活動を報道し続けた。創業者の浅野が、朝日新聞社通信員も兼務していたことなどから、本社をエディー通りに移転した際には、朝日新聞社から、 日本語の鉛活字を譲り受けて使用するようになった。戦争直後の1946年当時は、日米の人の行き来が難しかったことなどから、日米タイムズの記者が、朝日新聞社、東京新聞社の通信員も兼務し、日本へ、米国の記事を配信していた。共同通信社時事通信社から、記事の配信を受けていた。 その後サンフランシスコ市の再開発計画のため、同ビルを市へ売却し、1972年には、現在地に、自社ビルを竣工した。この時オフセット臨転機を購入した。元は日本語と英語の合同紙面だったが、2006年からは、日本語版、日米タイムズと英語版、日米タイムズウィークリに分けて制作。日本語版は、全12ページ、週3日。 英語版は週1回発行で、高読者はサンフランシスコや州都サクラメント、サンノゼなどカリフォルニア州北部の住民が中心となっている。創刊60周年となる2006年の新年特別号に広告を掲載した日系コミュニティ団体や企業等の数は400。日本語版は週3日、英語版は週1日。発行部数は約8000部。 英語版週刊誌、日米タイムズウィークリーについては、日系米国人コミュニティの声を代弁する、報道媒体が、今後も不可欠であるとの見解から、有志で財団を創設し、非営利で発行を続ける準備が進められている。初代、浅野七之助二代目、池添和馬三代目、奈美川岩尾四代目、梅津勤五代目、岡田美紀夫。ありがとうございます。